はいはい、皆さんこんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしょうか。まあ、というわけでですね、というわけから入るんですけれども、以前ですね、サンドブラストを処理されたフェンダーのギターがですね、こんなんただまな板くっつけただけやんみたいな、めっちゃ安っぽくないみたいなですね、話をしたと思うんですけれども、ですね、私ちょっと最近ですね、ヌードモデルが気になっておりましてですね、ちょっとこちらなんですけれども、はい、こちらですね、もうより一層ですね、より一層まな板なんですよ。より一層ただのまな板のギターなんですよね。でもですね、やっぱヌーノっていうのでですね、そういうところかすんで、うわーやっぱいいなーみたいなの思ったんですけれども、なんかありますよね、こう不意にアーティストモデルが欲しくなる時って。まあ、私もですね、その松本さんモデルの黄色いやつのレギュラーの方をですね、まあ、実際持ってるんですけれども、でもまああれね、普通に使う上でですね、まああの黄色のタク松本って入ってんのちょっとあれかなと思いましてですね、まあゴールドにリフィニッシュしたんですけれども、まあそれするんだったらぶっちゃけそれをね、手放しちゃって、ゴールドトップのレスポール買った方がね、だいぶ良かった気もしますね、今となっては。まあでもですね、それ大切なちょっと思い入れがあるためですね、多分今後も売ることがないので、まあこれはこれでね、使う上で良かったかなと思っております。でですね、このまな板シリーズまな板シリーズではないんですけれども、これですね、こう木材剥き出しでですね、まあ割と私がですね一番かっこいいなと思うのがですね、こちらの、まあ、ロデオホリックですね、飯塚さんですね、グランロデオさんの飯塚さんのサンサンつけるとね、まあやっぱりこれなんていうんですかね、そのビジュアル系界隈っていうのはですね、まあバンドにサンもつけて、その中のメンバーさんにもサンをつけるっていうのなんですけども、ロック界隈ってなんかそんなことないんでね、行き来していた時とかですか、まあすごい違和感がありましたね。というかですね、まあ難しいっすよね、そのバンド名ってサンつけることなく完成してるわけじゃないですか。なんか逆にバンド名にね、そんなサンみたいな余計なもんつけたら逆に怒られるんじゃないかなとかですね、なんかこう複雑なこといろいろ考えてたんですけれども、まあ丁寧な上にですね、越したことはないですよね。まあ、つまりですね、何が言いたいかと申しますと、結局はですね、多分使ってる人なのかなっていうですね、元も子もないどうしようにもないですね、結論に達しました。でもまあね、これね、まあでもどうなんでしょう、これを縫うのが持ってたら多分めっちゃ欲しいってなってんのかもしんないですね。まあ多分なってる気がしますね。あとですね、サンドブラストですね、私サンドブラストを調べすぎてですね、 YouTube 上でもサンドブラストの機械導入しましたみたいなですね、バイク屋さんとかの YouTube がですね出てくるようになりまして、ようやく理解できましたね。なんかサンドブラスト処理みたいなね、言葉には聞いていたりとかですね、コメント欄で教えていただいたりしたんですけれども、まあメインは金属なのかなって感じなんですよね。でですね、まあ艶消し処理みたいなね、まあちょっと高級感のある感じでしたね、その私の見たやつは。まああとですね、すごい錆びてるやつもサンドブラストで当てるとすごい綺麗になりますよみたいなやつでしたね。まあそれにですね、木材がなかったのであれなんですけれども、やっぱりちょっと高級感が足されてる感じがございましたので、もしかするとですね、これ写真で見るとこういう感じなんですけど、生で見たら なんかこう一つ上の高級感みたいなやつがですね、あるかもしれないですね。それではですね、本日の話題行ってみたいと思います。はい、こちらですね、ヤマハのパシフィカスタンダードプラスと、こちらですね、どうしたんやろと、早速セールに並んでるんですけれども、これね、なんかこう噂にいろいろ聞いてきたんですよ。インドネシア製のやつですね。まあ、とりあえずですね、ちょっとこちらを見ていただきたいんですけれども、はい、こちらですね、早速ですね、こんな感じでセールに並んでいるんですけれども、これなんかあったとか、まあでも特に聞かないんで多分大丈夫だとは思うんですけれども、全部ちょい傷なんてことってですね、あるんですかね。なんかこうページを開いたらですね、はい、こんな感じでですね、掲載商品は全て1点限りのちょい傷、特価品、中古品、アウトレット品となりますというわけですね。まあこれのどれかってことですよね。でですね、特価品ですよね、これ。もしくはまあただのセールなんすかね、もしくはちょい傷なのか、まあわからないんですけれども、どうなんでしょうね。まあ私もですね、そのインドネシア製の私の RG ですね、その塗装がすごいネックの中に溜まってたリアとですね、本来切るはずのところをナットで線はしてあるのにそこまで達してなくて、クソ原稿高いようになってたみたいなね、とか、なんで私もですね、ちょっとそれを買ったのかですね、未だに全然覚えてないですけど、まあね、そのちょっと特化品っていうところに目がいって、でですね、まあその時アームが欲しかったので、アームがついてて、まあだからまあこれでいっかみたいな感じで買ったらですね、よくよく見たらなんかおかしいぞみたいな感じだったんだと思います。まあでもですね、ストランドバーグのインドネシア製の初のスタンダードですよ、2016年か17年ぐらいのモデルなんですけれども、それがですね、出た時に買ったらそれはすげえ良かったんですよ。そのせいでですね、あ、インドネシア製ってめちゃくちゃいいやみたいなね、のが根付いちゃってからのアイバニーズの RG だったから、まあダメだったのかな。まあ何なんでしょうね。でもヤマハは何でしたっけ、そのインドネシアに一応自社工場かなんか作ってるんでしたっけ。まああと PRS もそうですよね、なんかインドネシアの自社工場みたいな、っていう
だけである可能性もありますけどね。なんかそのいっぱいギター作ってる中でその一角だけですね、一角だけはヤマハしかみたいなね、とか PRS だけみたいなとかね、そういうのかもしれないですけれども、まあ全然知らないんでね、まあどうなのかちょっとわかんないんですけれども、どうなんでしょうね、このヤマハのパシフィカがスタンダードが早速ですね、こうやって割引に入るっていうのは、まあ下手したらですね、その親切心の可能性もございますけどね。親切心でなんかゴールデンウィークね、ちょっとでも安く引いてくれたら嬉しいなみたいなね、そういうのもあるかもしれないですし、まああとこう割引かれた分、あ、じゃあその分シールドとか買おうみたいなね、狙ってたギターが安くなったからその分シールドとかももうこの店で買っちゃおうみたいになったら、まあね、店的にもプラスですからね。まあそう考えたら結構プラスですよね。でですね、まあ結構チャンスだと思いますね。あとですね、このニーブデザインのですねピックアップはこの前売ってたんですけれども、なんかそのパシフィカのリプレイスメント用としてお使いくださいみたいなですね書かれていまして、でですね、ハウバッカーの方の値段が1万5000円ちょっとぐらいだった気がしますね。でシングルコイルが8000円ぐらいだった気がするんで、え、めちゃめちゃ安いやんと思いまして、まあなんでしょうね、こうね、高いと、うわ高いなと思うし、安いと、え、これ大丈夫なんで疑うっていうですね、なんかもうほんともどうしようにもですねないですよね。なんでですね、もし今ねこのパシフィカスタンダードプラスを狙っていてっていう方ですねがいらっしゃいまして、試走したやつとかですね、これから試走しに行くものがたまたまこの価格っていう可能性もございますからね、そうしたら非常に買いなんじゃないですかね。でその差額分何か買えたらいいですよね。でですね、他のパシフィカもですねちょっと安くなっておりまして、まあこれかっこいいなーと思ったやつがあったんですよ。まあちなみにこちらなんですけど、これね、しかもセイモアダンカンピックアップって結構2万ぐらいしますので、でシングルコイルいくらぐらいするんですか、1万5000円ぐらいするんですかねって考えたとしたらですね、あ、嘘つきましたわ、あのカスタム51万5000円でしたね、調べたら。まあこれですね、ちょっと今パッと見てゼブラしか出てこなかったんでゼブラなんですけれど、まあね、15,950円と。でですね、こちらが、ニーブの方ですね、リフレクトーンがですね15,400円と少し高いですね、あの少し高いんですよ。600シリーズの方についてるやつの方が少し高いですね。まあ実際このピックアップもどうなのかちょっとわかんないですけどね、なんか意外と普通なのかもしれないですね。なんでもなく、なんかめちゃめちゃ良かったらめちゃめちゃいいみたいな評判がですね入ってきそうな気もするんですけど、まあ特にそういうのもなくなので、まあなんか普通なのかもしれないですね。てかまあそもそも根本的に結構比べようがないですよね、まだ現段階だと。あのスタンダードプラスシリーズを買ってせっかくこれ乗ってんのに乗せ替えようって方もまず少ないと思いますし、かといってこれ乗せたいっていう方もですね、まあ簡単には手に入らないピックアップなので、というかですね、これ別に普通に売ったらいいと思うんですけどね、なんで売らないんでしょうね。だってニーブ好きな方とかね結構いらっしゃるじゃないですか。なんでですね、もうニーブって入ってるだけでとりあえず買おうみたいな方がですねほぼ8割9割くらいいるんじゃないですか。まあ私自身もですね、あ、ニーブって入ってんでたら買ってみようみたいなですねちょっと思うので、まあ出したらいいのになーって出したらいいのになって思うんですけれども、皆さんどうですかね。これだってニーブって入ってたら欲しいじゃないですか。そんなこともないですかね、私だけですから、もしかして。いやでもね、やっぱりこのロゴから音がする界隈で生きてますので、これもですね、もうニーブって言われたらニーブなんですよ。でですね、これもうロゴ剥がされたらもうニーブじゃないんですよもうね、元も子もないこと言うとそんな感じなんですけれども、まあなんでですね、これもしスタンダードプラス買うならもしかしたらこっちの600612の方のシリーズの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。しかもこちらもインドネシア製じゃないですか。そんな中でですね、まあ何が違うのか、そんな違う感じするんですかね、ちょっとわかんないですけどね。まあ弾いてみないとわかんないところもあると思うんですけれども、別にこれパーツもですね悪くないですし、あ、てかこのモデルって結構いろんなバリエーションが出てたんですね。まあ例えばこちらとかですね、あ、てか角度によってなんかな、どうなんでしょう。これピックガード白に見えるじゃないですか。でもさっきのやつピックガード金色に見えたんですよ。角度によるんすかね、わかんない、全然わかんないですけどね。まあこれね、これ木やっぱ金色に見えるじゃないですか。どうなんでしょう。でもこっちの方がかっこよく見えますよね。こっちの方がいいっすよね。こっち、カメラこっちじゃないですかね。はい、というわけでですね、本日ヤマハのですね、パシフィカスタンダードプラスをですね、まあ急にセールになったからどうしたんやろうって思ったんですけどもね、結局わかんないんですよ。なぜセールなのか。まあですね、そんな関わないですよね。関わないと思うので、まあなんとなくなるかもしれないですけどね。まあただ売れ残るにしてはちょっと判断早いなーって思うんですよ。まあでもただある意味ですね、前向きに考えると、せっかくセールやしみたいなね、で前から狙ってたしって方はですね、ちょっと引いてみてからとかですね、ちょっとチェックしてみてからご購入されるのはですね、いかがでしょうか。いかがでしょうか、わかんないですけどね。そのまあでもこの時期って結構チャンスだったりしますよね。そのメルカリとかヤフオクもですね、結構機材出てたりするんですよ。前から探したやつが結構出てたりしますので、なんでしょうね、まあ世間的にもお金がない時期なのかもしれないですね。ゴールデンウィークですし、結構今チャンスだったりしますね。5月と11月ですか、まあ、私の中で結構機材替え時な気がするんですよ。なんでですね、まあ今がねある意味チャンスかといえばチャンスですので、ぜひともですね、デジマート、ヤフオク、メルカリ、こうねチェックしつつ、
楽しい機材ライフを過ごしてくださいというわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね X と Instagram の方もやっておりますのでぜひとも合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。まあ、というわけでですね、見ていったんですけども、なんでしょうね、インドネシア製って入ってきて速攻いきなり新品特価になる製品って結構あるんですよ。まあ、その分ですね、リスクもあったりするかもしれないんですけれども、まあ、手に取ってですね、引いてみてですね、で、私はちょっとそれで失敗しましたけれども、まあ、多分いい答えもですね、あると思いますので、ちょっと遠くてもですね、ちょっと行ってみて触ってみるべきですね。やっぱりまあ触ってみた結果ね、私は結局また何回も同じ話に戻るんですけれどもね、もう本当にRG やってくれたぜって感じなんですよ。